お前だけは変わらないな。いよいよ世界の終わりですな。ついに最後の指令が。さあ。おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。
Arnice お嬢様。うん。Arnice。行くのなら、私を連れて行ってね。Arnice。何お通夜みたいになってるんですか。いいですか、世界はもう滅ぶと決まってるんです。夜の君がそう言ってるんですから、そうなんだったらそうなんです。あなたたちが命を懸けることなんかこれっぽっちもないんですよ。俺も今回ばかりは先生に賛成だ。ここから少し離れた場所にある港に船を用意してある。俺様が全財産つぎ込んで作った世界最強の逃げ足を誇る海賊船だ。ジョちゃん、悪いことは言わない。リュリーティス城を連れて逃げろ。ジョちゃんは汎用として、リュリーティス城は聖女の末裔として世界を背負ってきたのは知っている。だがそれは仕組まれたことだ。ジョちゃんは好きで妖魔の血に触れたわけじゃない。リュリーティス城の戸籍だっていくらでも改ざんできる。世界を守るためなら何だってやる。それが教皇庁じゃねえか。あいつらに踊らされることはない。そうですよ、もう犠牲は十分なんです。あなたたちは自由になっていいはずだ。嘘つきだよね。ここにいる人間はみんな嘘つきだ。支配人は前の聖騎士だし、教授は多分エージェントでしょ。黒の書も勝手に持ち出したんじゃない？ゲス！それでロイドは何？どっかの国の諜報員さん？それとも七つの海を股にかける海賊さん？まあ半々ってとこだな。それでもしかしたらリュリーティスは聖女の末裔じゃなくて、私は人間じゃない。私は夜の君の血が混ざった汎用だ。アーネス、昔は違ったけど今となっては私ほど妖魔の血を集めた者はいないよ。私以外誰があの夜と戦える。あの日青い雨が世界中に降り注いだ。それが夜の君の血だなんて誰も知らなかった。思えばあの瞬間から私の時は止まってしまったんだろう。妖魔に狙われて、人間に恐れられて、邪妖を狩る力は嫌おうなく身についた。町から町へ、一つのところに半年もいたことはない。今とそう変わらない流れ者さ。でもその腕を見込まれて教皇庁に拾われた時、君とリュリーティスと出会ったんだ。リュリーティスと過ごした一夏はかけがえのないものだった。誰かを守ることができるのなら、半分妖魔になったこんな体も悪くないなって、そう思えたんだよ。君に出会って初めて私は私のことが許せたんだ。リュリーティスが聖女かどうかなんて関係ない。この戦いは私の戦いだ。リュリーティス、この世界ごと君を守ってみせる。君が信じなくても守ってみせるから。アーナス、私も信じたいの、あなたのことを。でも行かないでほしいの。
わないでほしいの。この戦いが止まるというのなら、全てを投げ出して戦いを止めたい。この命を投げ出してでも止めたいの。わかってる。私は君からも君を守るよ。そのために負けないで来たんだ。青き祭壇までのルートを確保する。それまでリュリーティスのことお願い。お任せください、お嬢様。じゃあ行ってくるよ。祭壇を開くのは頼んだからね。いつもみたいに送り出して。いってらっしゃいませ、アーネス様。うん、ついに世界の終焉ですか。いや、ワクワクしますね。さあ、じゃあな。このカップケーキ、こっちを見てる気がするんだよな。食べてほしそうにしてるでしょ。そうだね。お呼びでございます。それでは。アーネス様、改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。コーリンさんは言ってたわ。聖女を守るためなら全てを捨てるって。あの人の気持ちは本物だったの。だから私。逃げ出せなかったんだね。ねえアーネス、あなたは全てを捨てたりしないで。約束して。わかった、約束する。これお礼のカップケーキ、たくさん食べてね。
浄化開始。泣いても笑ってもこれで最後だな。さて行きますか。ここに青き祭壇が隠されてる。降臨さんはきっと全部知っていたんだ。大丈夫だ。何があっても守りきってみせる。行こう。一緒だ。一緒に行こう。着きましたよ。すぐに聖女を連れてきて。聖女の出前しておきましたよ。ホイホイとリュリーティスを呼びつけるのよ。ああ、まったくだ。世界の終わりを引き延ばして問題を先送りにした結果がこれだ。代々の聖女だけがツケを払わされて。アーナス、我らが生まれ落ちた時すでに世界は歪んでいた。お前たちがこの歪み全てを背負う必要はない。逃げるのなら今のうちだぞ。夜を倒すって教えてくれたのは君なのに。玉の弱だな。なぜだろうな。お前たちを見ていると無性にからかいたくなる。でも同時に胸が締め付けられるんだ。もしかしたら私の長い人生のどこかでお前たちのような友情を感じたことがあったのかもしれない。クリス、アーネス、早かったね。改めて紹介するよ。こっちがヨーマの。一度ちゃんと引き合わせたかったのにな。あれがそうね。終わりなき夜の始まりよ。
とこしえの夜よ、まことの夜のもとへ導きたまえ。ここが夜へと通じる静出線。さあ、夜の君がお待ちです。ゆっくりと登っておいで。この骸骨は初代聖女の遺骨なのですって。聖女様はこんな姿になってもこの世界を守ろうとしているのね。行こう、夜が待ってる。ええ。
お呼びでございますか。それで。これ、ロイドが落としたやつかな。何何？ネルダリッジ様、以下の金額を情報代として請求する。7860万リブラなり。ネルダリッジか、変わった名前だな。宝石伯爵といい、ロイドったらいくつ名前持ってるんだか。ん？ネル、ダリウス、ジネット。まさかね。さあ。浄化開始。来て、ワンキーだ。はっ、展開、見切った。はっ、
戦艦釣っていいぞ。チアルフィエリア。ついに聖域だ。ええ、ついにここまで来たのね。ここは過去、夜の君に出現したその当時のまま、聖女の生贄で無理やり時を止め続けて開く未来の前、閉じる過去がある。アーネス、あなたとなら。ああ、もちろん。やり遂げよう。Yeah!
Yeah.
容赦。撃つな。はっ。再再発。狙い撃つ。と。と。Hit!
さあ。お呼びでございますか。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしっと。エージェントアーナス、今日は私から質問させてください。よろしいですか？うん、構わないよ。アーナス、あなたはあの魔剣をどう思いますか？どうって言われても、大きな剣だなとしか思わないけど。そうですか。あれ、期待外れだった。教皇庁は魔剣ヨルドについても研究を進めてきたのですが、最近ある結論に達しました。すなわち、魔剣ヨルドは夜の君の剣である。あの魔剣が夜の君の？ここは夢世界です。ここにある存在は全て現実の世界で本体が眠りにつき、その精神が現れたもの。この私も精神体です。本物の私は教皇庁の奥ベッドの上で眠りについています。ですから、魔剣ヨルドの本体も現実世界にあると思われていました。これほど青い血を吸収した剣です。ロジエ・クロックが突き止めてくれると思っていました。ですが。見つからなかったのか？この地上のどこにも存在しないもの、この世から封じられたもの、それは一つしかありません。夜の君自身です。エージェントアーナス、あなたの意見を聞かせてください。この魔剣をどうするべきか。この魔剣が夜の君の一部だったとしても、今まで通り維持するべきだと思う。青い血を下手に分散させるより、魔剣に集めて管理する方が安全だ。確かに。ですが、新聖女のリュリーティスの負担になるとは思わないのですか？え？もし魔剣ヨルドが目覚めて夜の君の手に渡ってしまったら、リュリーティスは危険なのでは？そうか。でもそんなことにはならないと思うよ。リュリーティスは私が守るから。
時間ですね。エージェントアーネス、あなたの考えは分かりました。ひとまず魔剣ヨルドは現状維持としましょう。大丈夫なの？そのために選ばれた身ですから、闇に落ちないことについては自信があります。それに魔剣ヨルドは夜に有効だと伝えられています。万が一夜の君と戦うことになった場合、この魔剣が役に立つかもしれません。夜との戦いか。それでは次のデスタ。浄化開始。浄化。おいで、アルティアリア。おいで、狩りの時間だ。
事の時間だ。食事の時間だ。
ぜ。はっと食事の時間だ。できた。血を吸うんだ。
嘘、なかなかやる気だ。まだだ。はっ、へっ、へっ、こいつやろ。はっ、へっ、へっ、見える。まだまだ、食事の時間。はっ、へっ、へっ。
お呼び。浄化開始。おいおい、消す。はっ、せん。
生きた。はっ、全員さ落ちろと血を吸うんだ。大丈夫、任せといて。ここはようやくこの時が来ましたね。久しぶりね、エージェントアーナス。そして、はじめまして、リュリーティス。私が教皇庁の長、ルードゲートです。教皇さん、あんたどうして？今から数百年前、国際関係は悪化の一途をたどり、数えきれぬほどの軍事衝突が起きました。犠牲になるのはいつも民衆です。戦いの道具として使い捨てられた人々は何千人とも何万人とも。血筋や思想の違いで人は簡単に誰かを憎み恨み蔑んで無関係な人々の命まで奪ってゆく。当時、聖職についていた私は、戦場に転がる数えきれぬ死体の中で気づきました。教皇さん、あんたまさか。常しえの夜を召喚したのは私です。そして、彼を騙し、その尊き青い血を奪い滅ぼしたのも私が浴びた夜の君の血は私に新しい可能性を示してくれました。
すなわち世界を守れる可能性を。そう、私が新たな夜の君。人の心を持った夜なのですよ。私が夜である限り、人類は結束せざるを得ないのです。なるほど。あんたが世界を壊すって脅しをかけるたび、戦争はやむってわけだ。だがコストゼロじゃないよな。コスト？青吉の力は体同様、心も支配しにかかる。人の心を何のメンテナンスもしないまま保ってられるはずがない。さすが、青い雨を浴びて生き残った最後のエージェントね。見て、この肉体は私の聖騎士降臨が夜のために作り上げた最高傑作。じゃあ、あの石像の女性たちは。肉体は切り刻まれても、誰かを思う彼女たちの熱い思いはこの体の中で生き続けているわ。だから私は人間の心を失わずにいられるのよ。でもそれもそろそろ限界。心と肉体を丸ごと着替えなくてはこの夜を抑えることはできないの。リリーティス。今もこの地上のどこかで孤児たちが青吉を与えられ、戦の道具にされているの。リリーティス、あなたならそれを止められるのよ。第2第3のアーナスを救えるの。アーナスのような子が他にも。あなたはアーナスを守るために自分が嫌われることすら厭わなかった。アーナスを思う心を夢世界に捨ててまでアーナスを守ろうとした。その優しい心ならきっとこの夜の地を飼いならせるでしょう。お願い、リュリーティス、私と一つになってこの世界ごとアーナスを守りましょう。犠牲になりたきゃなればいい。戦いを止めたきゃ止めればいい。だけどそれはそう思った当事者がやればいいことだ。世界のために犠牲になる必要はない。リュリーティスも、そしてあんたもだ。夜との戦いも列強国の戦も、誰か一人に押し付けるなんて間違ってる。この世界は、この世界に生を受けたそれぞれが背負うべきものだ。それが生きるってことだろう。アーナス。リュリーティス、下がって。この人から夜の君の血を吸い上げる。私の存在は世界の意志。私を倒せると言うなら倒してみればいい。は、終わらせてやるさ、こんな歪んだ世界。
私の存在は世界の意志。私を倒せると言うなら倒してみればいい。はあ、終わらせてやるさ、こんな歪んだ世界。1の剣。
夜の力。一の木。きなさきなさ。一の木。と。ほっ。よ。ほっ。夜の力。ふっ。せんさ。一の木。ふっ。せんさ。落ちろ。夜の力。ふっ。せんさ。
夜の力。一の剣ハッホッハッ三の剣ハッホッヤッヤッ二の剣ハッヘッヘッ解除やれよ夜の力一の剣ハ二の剣よんのけよるのちからいちのけはっきなさいわっけんりょはっいちのけはっへっへっみえいにのけいんがまーってきたなかなかいとはっへっへっとはっ夜の力はっへっへっ見える三の剣そんな私が夜が呼べれるというの待ってろ、リュリーデス。今、青い血を吸い出してやるから。そうすれば全部、元通りだから。くそ、頼むよ。動けったら。こうなったら、方法は一つだ。リュリーデス、君の中に流れる青い血のすべて、私が引き受ける。アーネス、そんなことしたらあなたが夜の君になってしまうわ。それにもう手遅れよ。私はもうすぐ茶用に。そうなったらためらわず切って。君を茶用になんかするものか。君を救うためなら何だってやる。君に嫌われたって君を守る。それがそれだけが私の願いなんだ。アーナス、君は知らないんだ。君の笑顔に私がどんなに救われてたか。邪妖との不毛な戦いも、青い血を回収するたび人ではなくなっていくこの体も、その笑顔を守るためなら許せた。君のためなら何もかも許せたんだ。ああ、私の中に流れる妖魔の王の血を、夜の君の力よ。あんた万能だって言うなら、どうか彼女を人間に戻して。そして私を失っても彼女が生きていけるように、彼女の心から私の全てを消して、全てを消して。
ゆっくりお休み。私のリュリーです。ああ、夜の君が消え、世界に平和が戻ったというのに、結局帰ってきませんでしたね。胸くそ悪いぜ。全部教皇庁の筋書き通りかよ。このカフェも随分とガランとしてしまいましたね。お前、あの二人を見なかったか？生意気だけど、まっすぐなジョーちゃんと優しすぎて危なっかしいジョーちゃんなんだ。揃いも揃って振られちまったな、俺たち。まったくですね。まったくムカつく青空だ。アーナスとリュリーティス、二人の友情に免じて今回は世界を譲るとしよう。せっかく地上に召喚されたのだ。彼女たちの守った者の行く末を見つめるのも悪くはないさ。だが我の訪れを拒むことは誰にもできない。なぜなら夜だから。何してる？行くぞ。一夜を過ごした。全部
好きだ